ハッピードベちゃんテレビ。はい、すごいお腹のおっさんです。本日発売、スパイシーチキンナゲット、マクドナルドさんですね。そして、カルピスシェイク、買っちゃいました。これは通常のナゲットです。まあ、とりあえずね、カルピスシェイク、どんな感じかというと、まあ、見た目わかんないですよね。こんな感じですよね。じゃあね、まずちょっとカルピスシェイク、ちょっと味見しまーす。よし。はい。では、いただきます。どんな味かな。あ、カルピスだ。そりゃそうだよな。うん。ああ、美味しいね。うん、うん。あ、カルピスだですね。次は、チキンナゲット。スパイシー。これね、辛そうですね。なんかね。ねえ、辛そうですよ。そしてこれ通常のナゲット。ねえ。で、今日初、これはね、普通のバーベキュー、これマスタード。まあこれに関してはいいでしょうね。今日発売のこれですね。これが、爽快レモンタルタルソースですね。これね。ちょっと開けてみますよ。じゃん。爽快レモンタルタル。あ、匂いはそうで、レモンとタルタルソースなんで、こっちはなんだ？三種の唐辛子ソース。辛そうだなぁ、これ。うわ、もう見たからに辛そう。うわ、すごい、辛そう。うわ、おっさん辛いの苦手なんですけどね。で、これは何で食べ、辛いナゲット。ちょっとこれ、辛いナゲット、辛いから、そのまま食べてみよう。どんな感じか、ちょっと割ってみようかな。あ、こんな感じですね。ちょっと辛いソースつけちゃう、これ。ねえ、どんな。あ、後から来るパターンね。で、こっちでちょっと、タルタル。あ、辛さとあれだね。合うね。うん。通常ナゲット。通常で食べるよ、ちょっと辛い方。あ、あ、通常でつけた方がなんか辛さが増すな、なんかな。うわ、うん。感覚の問題かもしれないけど、こっちは？うん。なんかこっちで、通常ナゲットで食べた方が、あれだね、辛さが、ま、これ、これ、辛い、ちょっとカルピス。うん。辛いの食べて、カルピスで、ね。中和させないといけないんでね。うん、なんかこっちで食べた方が辛さが増すような気がするんだけど、どうなんだろう。もう一回ちょっと。もう一回。ちょっとどんなもんか。もう一回。うん。うん、やっぱり、こっちでつけた方が辛さが増すな。元から辛いからこうだな。うん。うん。これちょっと不思議。こっちは？うん。うん。こっちはこっちだな。通常ナゲットが美味しいな。うん。なぜか辛さはこっちのが増すということで。まあ今日は、スパイシーチキンナゲット。ソースね。タルタル、レモン、爽快レモン、タルタルソース。それで3種の激辛ソースということで。それでカルピス、シェイクのご紹介です。それでは皆さん、さようなら。チャンネル登録、よろしくお願いいたします。Please subscribe to my channel.